バトルをしてようやく勝つことができたので、まあ、あの時すごい大当たり連発したので、この勢いでもう勝ち続けて今日から行きたいと思います。それでは早速用心棒をお呼びしましょう。この方です、どうぞ。カメラさんちょっと引いてください。銀玉王お久しぶりです。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、どうもどうも、はじめまして。はい、結構パチンコはされるんですか？しますよ、パチンコ。ただし、私の場合、はい、一発だけしか当たらない傾向がありますので。え、聞こえませんか？あんまり聞こえました？一発しか当たらないですよ。なかなか連続で当たらないものですからね、今日は。そうなんですか？2月5日に私、長男生まれましたんで。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。今日は張り切って頑張っていきたいと思います。なんかちょうだい。お願いします。はい、対戦場所に選ばれた店舗はアミューズ南住吉店。お店までのアクセスは地下鉄御堂筋線長井駅から歩いて10分。200台収容の駐車場もご用意しています。綺麗な店内には4円パチンコが320台、1円パチンコが80台、20円スロットが112台の計512台が設置されています。さらにアミューズ南住吉店ではお客様に快適にご遊戯いただくため、さまざまなサービスをご用意しておりますので、ぜひご利用ください。ここで番組の対戦ルールを説明。制限時間はおよそ2時間、1玉を1ポイントと計算し、バトル終了までに対戦相手より多くポイントを獲得した方が勝利となります。そしてビーチボーイズが勝利した場合は、獲得したポイントが加算され、10万ポイント貯まればなんと韓国旅行をPR1名様にプレゼントいたします。今週の対戦台は CR パチンコ仮面ライダー V3、84回転までの ST を搭載した MAX タイプで、 ST 中の大当たりの 67% が16ラウンドになっています。それではバトルスタート。よっしゃー、はい、さあ当てましょうよ。これは何ですか？さあ始まりました銀玉王。今回はリーチボーイズ三浦さん対用心棒ダンディ坂野さんの戦いを実況、私山浜理解説アボーナー中村さんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は仮面ライダー V3 です。そうですね、もうホールの定番になってますからね。そうですね、人気もありますね。 MAX ST タイプの、うん、やっぱりあの、うん、ガロもない代表機ですけどに比べて、はいはい、あの1回目の大当たりが必ず1回目からもあの格円に入るっていう V 格円タイプではないので、はい、安心できますよね。そうですね、だからそっちが好きな人は、うん、こっちを1、うん、もう大量出玉がね、うん、好きな人は1か8かでガロを打つみたいな。いや私は2分の1がもうなかなか引けないんで、もうこっちの方がいいのかな。僕も同じですね。まああの2連続とか3連続とか食らうとね、やっぱりちょっとショックですね。 V 格円タイプはね、大きく変わりますね。そうですね、まあ、こんなロングリーチ系では当たりづらいやつなんだよねこれね。390分の1やばいよ。そう、99分の1 の、 あのライトも出てるんですけど、あのもうそのまんまで楽しいです。やっぱり当たりやすい、当たりやすいって楽しいってすごい当たりもいっぱい見れるし、はい、まあ、継続率は若干低いですけど、もうゲーム性一緒なので本当楽しいですね。まあスタンバイがね、どれだけ溜まるかと。これ、回ってちょうだい。出た、ミュータントタートル。ミュータントタートル。これでも溜まったところでね。いや、やっぱりダブルスタンバイはね、いきます。とりあえず下はまだですけど、あのはず、あれ終わった。ここで入る場合もありますけどね。ここから、まあ、1号のみ。いやあった、やばい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 。まあよくて潜入でしょうね。
さ、ただこれで当たるケースも多いので、これがあの今回はもう潜伏確保に入るよりも当たってしまうことの方が多いですから、あ、はい、とりあえず、あ、あ、いいですね、金緑なのでちょっと期待できますね。これはもう分解構成まで行くんじゃないですかね。やばいやばいぞ。わあ、あった、結構時間かけて、ね、そうなんです、これでまだね1回転ですからね。発見したよ、やっと。どうなんでしょう ね。さあここです、これがこれ当たるケース結構多いので、金緑なのでね期待できますよ、これ。さあ2号ライダーを助けに来れば、はい、ああ早すぎるよこれ。またあ、これででもね、ST に入る場合もありますけど、ここはね薄いんですよ。ただ潜入モードで、はい、まだ潜伏している可能性はあります。大変だ。まあでもやっぱりこのね力と技のこれが溜まっていくのは楽しいですよ。あの一気に溜まるときとかおっと思いますよ、本当にうまいことできてますよね、本当。ああ、ギズレン。まあでも仮面ライダーシリーズはそんなにギズレンは重要ではないですけど、あ、今でも V3 フラッシュが赤で強いですね。ただ今疑似2なんで、できればね3まで、うん、まあそうはないんですけどね。いいじゃね。まあでもメットが赤かったですけどね。弾の気配を感じ取るんだ。まずい、お願いします。よし、危ないミッションですけど、そんなにねこれいかないと思うんですよね、ミッションの中では。あ、ダービーさん生理モード終わっちゃったってことは、あら、まあまあもうないです ね。金だったのにと。あんなに引っ張ったのに終わっちゃったよ。ああ、これはいい、これが見たいよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あなたの笑顔が見たいから、パチンコ&スロットアミューズ。さらなる感動へ動き出す、半分屋西中島店、大東店、寝屋川店がグランドリニューアル。ベラジオは楽しいのその先へ、ベラジオエンターテインメント。ありがとう、ありがとう。あなたの笑顔が見たいから、ありがとうをあなたに届けたい。パチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん？ベーラチオあ、終わっちゃったんですか？あんなに引っ張ったのに終わっちゃった。ミノさん大チャンスですね。そうですね、ダブルタイム来たので、はい、V シル系のリーチ。これ見たいよ。あのミッションも珍しいミッション。そうですね、あのなかなかめったに行かないリーチですからね。ということは結構期待できるのかしら。本当個人的には、はい、V3 系のリーチって僕全然当たなくて。いやー、そう、でもそうですね、いや結構全然熱いんですよ。そうですか。熱いはずなんですけど、いや期待させる割には、ダブルライダーかトリプルライダー言ってくれないと本当に個人的にはね。あと当たるのさっき言ったあの、ああやっぱり潜入がやたら多くて、あれがある分ね、はい、なかなかね V3 一人だと当たってくれませんね。長い今の良かったんですか？わ
今の良かったよ。良かったけど当たりしてませんでした。してない。俺もあれが見たい。あーまだ やってないですもんね。こっちねガッシャン何にも出ないからまあでも潜入モードね何気に言ってましたけど、またさあこれもうダブルスタンバイなのでできればベルト行ってほしいですけど、あまあ余計な勘繰りをしてしまうと2回目だからもしかしてっていうのはあります。まあとりあえず扉がやっぱり金やかの方がよりいいんですけど、銀緑でも本当行っちゃったこともあるので、その前はやっぱり予告は良かったですけど、銀緑ですけど、ダンディさん私ここ1位になってる。お当たった。あれ当たったの。ダンディさんが2位になってなければ、もうねダンディさんは2回入ってるので、入っているならばただカウントアップするとしたら今のタイミングじゃないと思うんですけどね、もし大当たりしてるなら。あ、だからこれも結構続いてるのかもしれませんね。なるほどね。だから最後に千人モード突入ってなるところでパカパカするのかな。あ、いました2号。さあこれで怪しい。ダンディさん2号が合流しました。もう 確定ですね。こっからね時間かかったりする時もあるんですよね。それで ST 抜けてありますね。本当に早く入ってほしいですね。ライダーパワーを食べろか。アブルライダー。はい、ダブルライダー行きましたね。まあ大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。すごい。これが開いた。すごい。これでも開かないからね。でも潜伏中じゃなくてもね、暑い。まあ潜伏中だから行ったって感じでしょうね。そうですか。でもまあ。何回待ってるかわからないですけど、とりあえずねえ、ギリだと怖いですから、本当に。落ちるわけにはいかん。突撃だ。あ、テロップも赤。そうですね。があるか。揺れてます、ね、揺れてる。まだ揺れてます。よかった。個人的には嫌いです、こういうもうひやーってもう汗が流れる展開は。もう潜伏中だと余計嫌ですよね。本当胸が痛くなります。やたらこれが多い台もね、多い ありますからね。本当私一歩リードさせていただきました。やっと今番組始まりましたから。はい、始まりましたからね。めっちゃ時間経ちましたが、皆さんこんばんは。アミューズ南住吉店の前田優香です。私は携帯ゲームが好きで、時間があればついついやっちゃいます。最近特にハマっているのがアイラブコーヒーという LINE のゲームです。とっても面白いので、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。それではアミューズ南住吉店でお待ちしてます。注目の新大コーナー、今週もパチンコ必勝本の青山亮さんに CR フィーバー海猿を紹介していただきます。今週はフィーバー海猿のゲームを盛り上げるすごい仕組みをご紹介します。
まず注目なのはレスキューアタッカー。アタッカーの上の突起がラウンドカーに通過しようとする球を減速させるので、次のラウンドで拾ってくれます。一玉たりとも見捨てませんよ。そして液晶下部に目を引くのがレスキュービジョン。こちらは業界初の透過有機 EL を使用していて、すごく綺麗ですよね。さらにこれが動くと必ず何かが起こるとか。今週の紹介はここまで。次回は通常時の結果演出を紹介していただきます。それではまた来週、バイバイ。ありがとう。ありがとう。あなたの笑顔が見たいから、ありがとうをあなたに届けたい。パチンコ&スロットアミューズ。さらなる感動へ動き出す。半分屋、西中島店、大東店、寝屋川店がグランドリニューアル。ベラジオは楽しいのその先へ。ベラジオエンターテインメント。あなたの笑顔が見たいから、パチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオー。さあここからST ハリケーンモードに突入するみひろさん、どれだけ当たりを引けるのか注目です。いや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 、楽しい楽しい ST ですね。そうですね、もうダンジーさんが映らなくなっちゃいますね。もう今日は大丈夫なの。まだ発信はできないと思いますけど、でも 80% ですよ、継続率。ダンディさんが当たらないとは限らないですからね。なんか当たる気がしない。しないですか。勝手なイメージです。はい、ただもうこれも続く人はめちゃめちゃ続いてるのにね。しょぼい人はしょぼいしね。どんな台でもですよ。でもなんか 82% のルパンでもね、もう全然何回打ってもあのラッシュの当たりが見れないという人もいますからね。さあこれここからの展開、2回ともライダーの攻撃の方が、あ、さあこれ競り合いになりますね。こうなると結構外すんですよね。やばいやばい。まあでもまだまだ。ね、あ、行ってたらもう。さあこれ2号なので当たれば16ラウンド。さあしかもポコポコタイムです。これも発生するだけで熱いので。はい。大抵ね。レベル1でも大丈夫です。うん、はい。あ、2になりましたね。いいです。まあ、マックスまで行けば、サプライズボタンがピョーンと。来ますね。ここは結構ね、連チャンスしてるとき疲れちゃうんですよね。あのね、あ、スリーまで来ましたね。あともう一個です。あー、もうこれだ。よかったよかった。この時ね、いい時はキュインクイーンと来るんですけど、まあ、ライダーマンもいましたね。16ラウンドゲット。ゲッツだよ。ゲッツ、ゲッツ、あ、すいません、16ラウンドゲッツ。ナイスゲーム。見て、みんなこっちに夢中で、こっち前ないのに誰も持ってこない。私これやって、全然やってください。お金いりませんから。無料です。じゃあ使わせていただきます。無料ですよ。皆さんこんばんは、 G フェリッシュの南風セリカです。2014年もうすぐ3月、春がやってきますね。
私は春生まれということで春が大好きなんですけど、本当の春はいつやってくるんでしょうか。でも気にせずに今年も楽しみたいと思います。ブログにも遊びに来てください。それではまたね、バイバーイ。ありがとう。ありがとう。あなたの笑顔が見たいから、ありがとうをあなたに届けたい。パチンコ&スロットアミューズ。すいませんでした。なんで遅れたんや。はい、ジャンボリを見ていまして、最新の基地情報や有料ホール情報、さらに面白い漫画まで楽しくて。もういい。で、いつ発売。パチンコパチスロホール情報誌ジャンバリ、毎月最終月曜日発売。さらなる感動へ動き出す、半分屋、西中島店、大東店、寝屋川店がグランドリニューアル。ベラジオは楽しいのその先へ。ベラジオエンターテインメント。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。ダンディさん、はい、そろそろこう当てないと。あのね、映らないらしいですよ。リーチもね、パッとしないのこれ。多分ほとんど映ってないと思うんだけど。映ってますか。いいですか、ブラジルの皆さん。今一番映りやすい予告来てますけどね、これ。あー、でも崖上見ちゃった。わかりました。早かった。そう、今のデストロの殲滅すごい当たりに絡むので、まあでも、ね、全然ギージってないのでダメですね。え、ちょっと待って。あ、まだか。まだ2回なんですね、ミノさん。そうですよ、だからダディさん当たれば全然立て続けに16ラウンド取られたら分かんないですからね。これはもう三択。ああ、もうキックいったので大当たりですね。あら、ちょっと残念。ナイスゲン、ナイスゲン。やったー、止まらない。とりあえずね、でも本当3連続ぐらいは16ラウンド来てほしいですよね。もうね、10ぐらい続いたらもう1回ぐらい。いや、それはちょっと欲張りですけどね。欲張りですか。でも本当、しょぼい連チャの時にもう4ラウンド続いたらもう、そうですね、何やねんと思う。初め2つぐらい連続してね、来ちゃう時もやっぱりあるので、そんな日はダメだな、今日はって思ってしまいます。そう、それで終わっちゃうとね。今度2回で終わっちゃったよ。あ、これもう残りわずかだったんですね。まあとりあえずパンチなので、まあキックはそうそう止まらないので、全然 、まあね、パンチは OK ですよ。でも、ね、来る時は。 あら、何回なの。あと全然倒せれない。あー、やだ。あー、もう、あー、やばい。ちょっとしょぼいですよ、その連チャンは。うわー、ちょっともう今からよ。さあ、とりあえず緑より上、赤まで行ってほしいです。あー、黄色では。あ、でも、あ、行きましたね。脅威の爆撃、カメバズーカ。あら、しかも赤。これで当たってくれれば。なんだ。なんだ。いや、わかんないですよ。ここを使うということは、こっから。いや、あんまりね、逆転ないですよ。ない。あら、まあでもここから4回転はありますけど、
まあ無理でしょ。まあそうそうね、リッチにさえなれば暑いんですけどね、うん、何事もなく終わっていくことがほとんどです。そうです。はい、というわけでタイムアップ、今回はみひろさんの勝利で決着です。ボーダーさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。でした。どうぞどうぞ。あら悔しいんです。全然でした。全くびくともしなかったですね。リーチもいいとこ全然なくてすいません本当に。あらら、あれ映ってましたかね。映ってないかも。オープニングとエンディングだけでご勘弁ください。リーチボーイズが勝利すれば獲得ポイントが加算され、10万ポイント貯まれば韓国旅行をペアで1名様にプレゼント。みひろさん久々の連勝おめでとうございます。次回のリーチボーイズの活躍も期待しましょう。銀玉王はご覧の日程で来店予定です。お楽しみに。収録終了後はみひろさんとダンディ坂野さんとでお客様と楽しく触れ合いました。そしてアミューズ南住吉店からのインフォメーション。アミューズ南住吉店では3月に新大入れ替えを実施予定。スロットはアナザーゴッドハーデス、パチンコは CR モンスターハンターを筆頭に話題の最新機種が導入予定です。当店では楽しいこときっと見つかるを合言葉に、笑顔と元気いっぱいの接客を心がけています。銀玉をご覧の皆様、アミューズ南住吉店へ遊びに来てくださいね。せーの、待ってまーす。バンザーイ、勝ちましたいやーよかったよかったですね。はい、あれダンディさん、なんでしょう、見せどころありましたかね。いや大接戦でしたね白熱のバトルをお届けしましたけども。嘘やめてください、嘘じゃないですよ。嘘はやめてください、ね、悔しいです。はい、悔しいんですよ。全然いいとこなかったですから、はい、私の芸能人生も。ほらすいません。全然もうどうしますか、帰ります。帰りましょうか。いいですか。東京は大雪らしいです私のせいです。じゃあ帰ります。すいません本当に。申し訳ございませんでした。あの力つけてまた挑んできてください。力つけて、はい、力つけて頑張ります。悔しいんです。帰ります。さよなら。悔しいんです。さよなら。よかった。ということで今回もみひろ勝利ゲッツ。次回はリーチボーイズ手島優さんの登場です。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。